具貢権とは、たとえ他の人から、愚かでつむじ曲がりの過ちだと評価、判断される行為であっても、個人の領域に関する限り誰にも邪魔されない、自由のことである。ジョン・スチュアート・ミルの自由論の中で展開された、功理主義と個人の自由に関する論考の中で、提示された概念であり、自由を構成する原則としての、他者危害排除の原則。 すなわち他の人から見て賢明であるとか正しいからと言って何かを強制することは正当ではありえないの原則から導出される一つの規決としての自由として提示されたものである。生命や体など自分の所有に帰するものは他者への危害を引き起こさない限りで、たとえその決定の内容が理性的に見て愚行とみなされようとも対応能力を持つ。 成人の自己決定に委ねられるべきである、とする主張である。自由論によれば、愚行権は次の論拠において正当化される。個人の幸福への関心を最大に持つのは本人である。社会が彼に示す関心は、微々たるものである。彼の愚行についての彼の判断と目的への外部からの介入は、一般的推定を根拠とするだろうが、誤る。 可能性が高いよって彼自身の身関わる事柄こそが、個性の本来の活動領域であって、この領域では、他人の注意や警告を無視して犯す、恐れのある誤りより、他人が彼にとっての幸福とみなすものを強要する、ことを許す実害の方が大きい。 一方でこの自由の主体たる人物は、諸々の能力の成熟している成人であるべきであり、また社会的統制の実行を明確に回避しているわけではないこと、苦行の結果として受ける批判や軽蔑、拒否などは、当人が引き受けなければならないことを主張する。ミルの自由論は自立と自立に対して、倫理的にかなり厳しい主張をしており、結果主義や自己責任論を包含している。 ミルの主張によれば、愚行を倫理的に非難することと法的に刑罰の対象とすることは別のことであり、刑罰は最低限の倫理からもたらされるとする。ソクラテス以来のよく生きる倫理観、あるいは目的論からの解釈によれば、愚かな行為の自由とはあくまで他人から見てのことであり、自分でそう思っているはずがない、意図的に悪いや堕落を求め自ら破滅しようとする人は、 例外的であり、人生に生きがいを求め賢く生きたいと思うのが、通例だろうからである。具公権を想定した自由主義による倫理原則は、あくまでやってはいけないことの基準を示す。消極的基準であり、推奨すべき、広域範を与えるものではない。フェミニズムの論客として、研究、著述活動を行っている永田恵リ子によれば、 例えばポルノを見る自由や麻薬を吸う自由は、具貢権と解釈すべきではなく、本人が低俗であると信じる内容を保護するものでは、なく、あくまで本人が善であると信じるところのことを行う、自由と解すべきである、とする。借金区から家族を守りたい債務者や、不治の病に苦しむ患者が、申しのしかないと確信することを、社会は温かく見守らねばならないのか、との命題に、見る。 自由論は自己責任の回答を与える。ロールズの構成の哲学によれば、社会が革新的な愚行者に対する救済を用意することにより、社会が行為者の極めて自主的な自由を容認することに対する保障、あるいは適切な情報提供や援助などによる困窮への是正、あるいは社会全体のありようとして困窮した愚行者を見捨てないことによる、 社会的構成の向上という目的に合致することによって正義が実現できる可能性がある。玄関期の冬山に登山を試み遭難した登山者に対して見るの自由論の検知では自己責任として放置しても社会的構成に何ら影響を与えないが、ロールズの検知では冬山遭難の発生を想定し準備しておき十分な情報や教育を提供し、 いざ救援を要請されれば、最大限救出を試みることが、社会的公正にかなう。現代社会の倫理的諸問題と、その評価。いがらしやすひこ、PDFP11、自由に変わるもの永田エリコ、PDFP10, 客中 ABCD、現代倫理学入門、加藤直竹、11、他人に迷惑をかけなければ何をしてもよいか、ハット ABCD、自由論、 J.S. ミル第5章賞、合意形成とルールの倫理学、加藤直竹 P88。ありがとうございます。